せえへん YouTube ニュース。まあ今の日本人タコばっかですわ。どうも長渕ルーです。今回は見ての通り怒りのご報告です。というのもちょい前に出した前髪を長くすれば誰でも米津玄師になるという実験動画の最後に、今度リツイート数で競う似すぎてじわるという番組があるから、家石田のツイッターの方に思考軍団の似すぎてじわる動画を何個か上げておくので、リツイートの方をねぜひよろしくお願いいたしますとね言ったにもかかわらず、このざまですよ。平手ゆりな31リツイート、金ちゃん24リツイート、伊藤あそこに至っては11リツイート。親戚にお願いしてももうちょいね、もうちょいねリツイート数多いと思います。前々から思ってたんですが、このチャンネル隠れファンの方が多すぎやしませんか。異常ですよ異常。なので今からツイッターに載せた似すぎてじわる動画を立て続けに3本見せますので、概要欄にあるリンクからツイートの方をよろしくお願いいたします。リツイート後にこのコメント欄にリツイートしたよってね書いてくれたら必ずお礼の返信をします。そうまでしないとね隠れファンの方はリツイートしてくれなさそうなんで、そうします。リツイート受付の締め切りは本日夜の12時です。では地獄軍団の似すぎてじわる動画3本ご覧ください。普段は焦げたチャッキーみたいな薄々な髪の毛をしたおっさんが前髪ウィッグをつけただけ、セシです。ビンビン、伊藤麻子さんのそっくりさん、伊藤麻子、伊藤麻子さんは脇汗がひどいけど伊藤麻子さんは尿漏れがひどい。バイオハザードキッチャン、萩本欽一のそっくりさん、垂れた目つき、張り付いた髪の毛、そう、金ちゃん。そして 2000X 年、感染力の強い新種のウイルスによってゾンビと化した金ちゃん。なんでそうなるの。これ一応ね、全部ツイッターに載せるようにね再編集したものだったんです。ちゃんとやったんですからね。なのにですよ、なのにですよ、もう本当。ちなみにフィルムさんもね、似すぎてじわる動画を3本上げているので載せておきます。もしよかったらねリツイートしてあげてくださいね。そんだけ。ドラゴンボールで先祖を食べる悟空とクリリンとご飯。悟空が先祖を食べた音、クリリンが先祖を食べた音、孫悟飯が先祖を食べた音。同じ。すぐ出ちゃう小川夏美。なら。それでは小川夏美さんの登場です。やったー。シャメセをかじる音。服を脱ぐ君の横で僕は包茎課金してどっちかな。期待外れで友は抜けてた。チキシャー。戦闘で見る球はこれが最高やね。福岡県民かな。床に這いつくばり球を